少佐、命令が届きました。暫定政府は白軍と協力してほしいと言ってきています。東への道中の安全を提供してくれるそうです。もちろん、ただではありません。赤軍を戦略地点から動かすのに協力してほしいとのことです。必要ならば、力を持って、そして、可能な限り前線を調べて情報を集めるようにと、実行すれば、中立という建前に終止符を打つこととなるでしょう。次の命令はオムスクに届きます。状況は悪化の一途をたどっているため、前進することを強く推奨します。ウラジオストクの船も、どのくらい待ってくれるか、わかりませんので、それに、シベリア突入に備えて、物資を集める必要もあります。結局のところ、現在の最優先事項は生き延びることです。なんだか、夜が、日に日に長くなっていきますな。冬が迫ってきているのね。そろそろ本格的に、列車の防寒対策を考えていかないと。うむ、幸いこれまでの探索でもって、資材はある程度確保できた。スボボダ注意、状況の報告を頼む。はい、少佐、まず寒さですが、冬の季節が、いよいよ寒気を引き連れてきています。おそらく明日か明後日頃には、気温、マイナス10度を下回るでしょう。マイナス10度、ですか。凍えちゃうな。まだまだぬくいな。え？次に探索ですが、ここからの土地はもう、その多くの場所が赤軍と白軍、両陣営によって略奪済み。これまでのように、探索で豊富に資源を確保することはできない。場合によっては、また配給で、兵士たちに与える食料の量を減らす必要があるか。大変大変、大変だぜ。よ、ヨウム村民、落ち着いて。ヨウム、まだ、配給を減らすと決まったわけじゃないわ。バルちゃん、そうじゃない、そうじゃないんだぜ。少佐、対、ヨウムも、一体どうした？これは制圧したチェリャビンスク駅の車庫で、新型の機関車が見つかりました。なんと、すごい、ほとんど新品じゃないか。しかも2両もありますぞ、こちらは。ハウンド機関車です。高燃費でかつ高速、ですが、積載性能に難があり、牽引力も低く、壊れやすさともろさもある。ふむふむ。そして、こちらの機関車は、く、ああ、そんな、また、また、会えるなんて、ブル、トーイングブル機関車。悪いな、少佐、連れのわがままを聞いてもらっちまって。ヨウム村民、トーイングブルから離れないんですもんな。別に構わないさ、もともと俺も、トーイングブルにするつもりだったし。バシリエフ家を覚えていますか？屋敷ごと、遺書の処分を依頼してきた。ああ、あのうさんくさい自称長男坊か。この機関車は、彼の友人が手配してくれたそうです。アップグレードもしてくれるそうで、もともと僕らがモスクワから乗ってきた、グラント機関車と同じ段階まで改造してくれました。ストーブ、ストーブを取り付けて列車を温めます。使用すると3時間ごとに燃料を消費します。どうせなら暖房もついでに設置して。で、さすがにそれは欲張りすぎよね。うむ、列車から寒さ退ける方法は2つあるしな。断熱性向上、列車に断熱処理を施し室内温度を上昇させます。まずはストーブより先にこっちだぜ。木材や布を使って列車の断熱性を向上させる。ですね、ストーブと違って燃料を必要としませんし、寒さが本格化するまでは断熱性の向上処理だけでもきっとなんとかなると思います。村長、スボボダさん、歩兵車だけではなく、わしらが働く厨房車にも、もちもちろんろん気を使うから、一酸化炭素中毒にならないようにね。あやい。ひひ。カエル君、トーイングブル機関車の操縦、ヨセフ君たちに、触りだけだけど、レクチャーできたぜ。結構、グランパとは勝手が違うんで、戸惑うところも多いんですが。ああ、あとは走らせながら、ヨウムに教えてもらえばいいさ。目標地点はオムスク、トーイングブルの速力でも、2、3日あれば到着するでしょう。よし、断熱性の改良も済んだ、ヨウム。うん、ひ、それじゃあ、トーイングブル機関車マーク2、ハーシーン。調査、どうにかこうにか、魚、何匹かは取ることに成功しました。しかし、これっぽっちじゃよ、どうにもなりませんぜ。俺たちが帰りの道中、食っちまったらそれで終わりだ。魚の姿がそもそも少ない、いくらかのハーブはまだ生えていましたので、それらを積んで、列車に帰投いたします。ああ、了解した。怪我のないように帰還してくれ。
ふーむ、これで探索。3回連続で取ろうか。はい、ハーブが取れただけまだマシですね。現状の食料備蓄だと、配給を制限しない場合はどれくらい持つのだ？せいぜい5日でしょうか。軍団員の数も増えましたので。人数が増えれば、それだけ食料の減りも早くなる。みんな、赤いリボンからのお恵みだ。グヤーシュもらって聞いたぞ。今夜は、私たちはご飯抜きね。なんだ、少佐。ああ、こんなところで泊まれとは。指示していないはずだが。おい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 、誰だ？勝手なことしたいけない子は、ヨウムかヨセフか？よし、そいつらの夜食で償ってもらおうじゃないの。私です。え、列車を止めるように命令したのは、対、なぜ？トラブルか。当然何か理由があるんだよな。え、村長、前方に問題があるのです。も、問題？これは、前方か。軍団将校へ。シュミハの鉄道橋が赤軍に占領された。破壊工作を行っている可能性があるので注意して進まれたし。鉄道橋にはすでに赤軍が工作を開始しています。敵は爆薬を惜しまなかったようです。爆薬の設置された各ポイントに行き、爆弾を解除するまでその場に留まる必要があります。やれやれだぜ。今度は砲撃じゃなく爆薬か。おかげで夜食を食いそびれちまった。ヨゼフ君、ん？先に言っとくけど、私のご飯に手をつけたら引くからね。へ？ん？だ、大丈夫です。マーティンさん、無理しないでくださいね。まだチェリャビンスクでの傷、完全には塞がっていませんから。はは、なに、これくらい全然大丈夫である。すまない、マーティン。偵察兵の手が足りない。双眼鏡で覗くだけでいいぜ。傷を押して悪いが、なんとか踏ん張ってほしい。なになに、本当に平気である。それよりも、ああ、やはり正面突破は無謀です。こちらの鉄道橋周辺にありました集落、完全に赤軍くんたちに占領されちゃってるぜ。あの重機関銃を越えたすぐ先に目標の爆破工作がされてる橋があるわけね。正面から突破できないのなら迂回するほかない。こちら側の西回りにぐるっと進み、敵陣地の背後を取る具合で爆薬が設置されている鉄道橋を目指そう。あやい、敵陣地に警報器もちらっと見えたぜ。この距離じゃ雨音より銃声の方が大きい。できるだけ敵に見つからないよう、どうしても避けて通れない時には。コペッキー。はい、隠密でもって身を隠しつつ人殺していきます。随分大きな教会ね。ええ、十字架が取り外されています。許せない。建屋のところどころに細工をむしり取ったような跡もあるな。大方金か銀の細工でもあったのでしょう。このような目立つ教会、燃やされていなかっただけまだマシということか。く、見てください。まだ司祭君は無事みたいだぜ。あ、あなたたち、その軍服は。司祭、大丈夫です。私たちはチェコスロバキアの軍団兵の方たちですね。あら、とっくにご存知でしたか。はい、つい先日も軍団兵の方たち、この村に立ち寄られたばかりでして。それって、ああ、ボジェナとイジーが言っていた、オルリクって列車の部隊だろう。軍団兵の方たちと入れ替わるように赤軍がやってきまして、この先には川があります。橋は赤軍が抑えていますが、もしも対岸に渡りたいのでしたら、境界の南に村人しか知らない裏道があります。お、ありがたい。これで鉄道橋裏取りできそうです。感謝します。司祭、いいのです。ただもしも皆さんに余裕がおありなら、向こう岸にある村、助けを求めている者がいたならどうぞ手を貸してやってください。めちゃくちゃ手を振ってるな。ああ、モスクワのランゲルもそうだったが、ほんといい度胸してるよな。おい、こっちこっち。こちらの集落は完全に赤軍に抑えられています。あいつら私の家の前に重機関銃を置いてたむろしてるんです。ボリシェイビキの豚どもめ、あいつらを屠殺してください。近くに裏庭があります。そこにあの豚どもに取り上げられた私の家財もある。連中に取られるくらいなら皆さんが持って行ってください。だってさ、少佐、もう鉄道橋は目の前です。彼の言っていた集落に立ち寄らなくても目的は達成できそうですが。あちら、あの奥に見えます二つ目の警報器がある場所が。うむうむ、我らはチェコスロバキア軍団だ。助けを求められたのなら手を差し伸べるのが我らの義務。彼が言っていた課題というのも気になります。俗っぽい話ですが、お金であるのならもちろん、物資であっても今の僕らにとっては宝も同じ。指揮官からのお達しだ。まずはこの厄介なベルを外そうかい。タベル君、は、早く、お早く外しませんと巡回兵さんが来ますぞ。わかってるわかってる。あ、焦らせると手が震えるんだよな。よし、
これであとは重機関銃が置いてあるのはもう一つ奥にある広場みたいね。まだ赤軍兵の数が多いな。重機関銃にはついていないようだが、なんとか引き離さないと気持ちよくはなれないですね。マグダレナには悪いが、あれだけの敵兵をわざわざ引きつける方が手間だぜ。マキシミリアン、雨の日は肩が痛いんで。あ、自分がやろう。クソジジイのマキシミリアンは双眼鏡で偵察を頼むである。さてここで問題です。あんたらが今夜食べたグヤーシュに入っていたお肉、誰が取ってきたものでしょうか。はい、クソジジイ君の勝ち。コペッキーさん、ご準備はいいです。いつでもOK。よし、マーティン。あいあいさあ、ん、いいぞ、赤軍兵たち順調に火薬ダルの周りに集まってきた。コペッキー、了解。あ、お見事。ふふん、今回は薬病神のローマンさんはいませんからな。はは、赤豚ども、ざまあないぜ。ねえ、彼らまだ倒れていないように見えるんだけど。え、まずいぜコペッキー君。すぐに離脱だ、機関銃で蜂の巣にされるぞ。く、火薬ダル、スマートに着火できたと思ったのに。やっぱ民兵じゃない正規の赤軍兵、火薬ダルが外れたくらいだと耐え上がるんだな。おかしいですな、この前のチェヤビンスクでは跡形もなく消し飛んでいたような。あれはおそらく重機関銃の爆発も同時に起こっていたからでしょう。こちらの場所にしてもそうですが、ここから先の戦場は正規兵を相手取る機会が多くなります。火薬ダルや弾薬箱を撃ち抜いての爆破、過信しすぎるのは危険かもですね。マーティンナイスカバーだぜ。とっさに体が動いてしまったのである。しかし、く、この射撃時の反動、なかなか傷に響くであるな。はい、それがいいんですよね。と変態である。人を撃つのは勘弁だが、機関銃は撃ってみたい。そういう紳士淑女は結構いる気がするぜ。撃ちっぱなしならぬ打ちっぱなしがあったら割と流行るやもですな。マーティン君、チェラビンスクでの傷が開いちゃってるぜ。だ、大丈夫大丈夫、これくらい列車に帰って横になっていれば医療キットも後残り少ない。ここは軽傷のうちはなんとか我慢を。ん、あ、そうです、これこれ、ドラム缶。煙吐いてます、煙吐いてますな。あ、そうか、そうだ、なんでこれに気づかなかったんだろう、マーティン。はい、これは、あ、ありがたい、随分楽になったである。お、そっか、これって備え付けの医療キットか。はい、主に赤軍が使用しているものでして、一度限りですが、今のように手持ちの医療キットを消費せず兵士の治療ができます。ちょっと待って、待ちます。あのドラム缶、今まで戦ってた場所でも、はい、何度も目にしましたぞ。あれがあったのでしたら、うんうん、もっと医療キット節約できたんじゃないの。いや、その、は、忘れてて。ああ、聞こえませぬ。皆さん、少佐の落ち度を攻めるのは後にしましょう。巡回中の敵兵が来ています。自分だって忘れてたくせに。ぬかるみのせいか、あるいはやる気のなさのせいか、歩く速度がかなりスローリー。このままやり過ごして電柱の視界に入らないよう鉄道橋まで走るぜ。はい、赤軍の皆さん、これが医療従事者の本気です。なんだ、どっから湧いて、どうして背中から敵が来るんだ。ふむ、君はの判断が早いな。でも逃がさないけどね。うん、消化不良、銃座を回転するのに時間を取られてほとんどお手間。私の天井まで何マイル。うわ、ミンチよりひでや。きっと音を聞いて確認に来たんでしょうね。つまり重機関銃の射撃音、聞こえる範囲内にはもう敵はいないってことか。ああ、これでようやく鉄道橋、仕掛けられた爆薬の対処に動ける。マグダレナはそのまま重機関銃の銃座で待機していてくれ。さっきやり過ごした巡回中のパトロール部隊、どうせすぐにまたやってくるだろうから、もしやっこさんたちが来たのなら重機関銃で持って出迎えてほしい。診察券を準備して並んでお待ちください。こちら側はマグダレナさんだけで十分ですな。ひひ、私たちは爆薬の解除中、背中から襲われる心配はなさそうだぜ。地獄で寝てな。村長村長。はいはい、なんだい。鉄道橋、高架下にいた敵兵は排除しました。これより仕掛けられた爆薬の解除作業を開始します。あれ、おっかしいぞ村長、爆薬の解除なら敵弾兵の僕の方が。何やってんだこの野郎。あ、なんでもないです。赤軍が来ます、すぐに兵士を遮蔽物の後ろに。コペッキー、あいあいさ。違う、コペッキー、茂みではダメだ、もっと身を隠せる場所に。大丈夫であります。ふふん、赤軍の連中め、俺がどこにいるのか完全に見失って。あ、ちょ待って、こっち来た。あ、バレた。というより自分からニンコロでバラしていくスタイル。そう、ダメなのです。
我ら軍団兵、隠密中に敵と接触した場合、己の意志とは関係なく、体が条件反射でステルスキルを実行してしまう。ゴルゴかお前ら。手榴弾が来るぞ。みんな、そこのボートの後ろに。大丈夫、狙いはそれてるぜ。パベル、あの濃紺に、投石の日本を見せてやれ。あらら。よし、なんとか敵招待、撃破できたようです。ただ、うぐぅ。あ、や、ヤロスラフさん、ひどい傷だぜ。だ、大丈夫。まだ、これくらいなら。ふふ、私、故郷じゃ、重い鉄の鍋、いつも扱っていたんで、体は、頑丈なんです。すまん、ヤロスラフ、さすがにその傷はまずいぜ。マグダレナを呼んできたわ、少佐。ああ、もちろんだ、医療キットの残りは少ないが、だからといって、それを惜しんで兵士を死なせるのは本末転倒。ヤロスラフさん、大丈夫。なんとか急所は外れています。はは、それはよかった。やっぱり、慣れないことは、するもんじゃないな。名誉の負傷だ。ヤロスラフ、帰ったら、また厨房車をアップグレードするからよ。傷が治ったら、お前は銃じゃなく、得意な料理でもって。そうだな、我らの部隊に貢献してくれ。しかし、今は出動できる軍団兵も少ない、厨房車があるからといって、あまりそこにリソースを割きすぎるというのも。ランゲル隊？ヤロスラフ君、兵士になる前は、三つ星レストランのコック長だったらしいぜ。それくらい知っています。しかし、ランゲル隊、私はハーブからキャリアを連成できます。私はハーブからキャリアを連成できます。本当に、本当に。まあ、うん、兵士にとっては食事が最大にして唯一の娯楽ですからね。ある意味、厨房車にこそ最も力を入れるべきなのかもしれません。大、ハーブも貴重です。そんな無駄なものに加工している余裕は。尊重尊重。はいはい、なんだい。もう片方の効果に取り付けられていた爆薬の解除が完了しました。今回はあらかじめ奇襲に備えていましたので。ふふん、僕の機関銃でイチコロです。ちなみに、何を隠そうこの僕も。料理は得意中の得意でして。コックさんだったの？いいえ、サラリーマン。でも食べ歩きが趣味でして。戦争が起こる前までは国中の店という店を。無駄話はこのくらいにしましょう。目的は達成しました。少佐。ああ、全員列車に撤収。また負傷兵を出してしまった。傷を負っていない者は、ヤロスラフたちに肩を貸してやってくれ。あいあいさ、あの箱は何でしょうか？ああ、川沿いにいた村人。彼が、お礼の品を置いておくって言ってたからね。よし、全員遅れずに来ているな、アントニン。はい。チェコスロバキアに行けましたら、お前が食べ歩いてきた中で、一番うまかった店に連れて行ってくれ。はい。アントニン君のおごりでね。はい。飢えた村人。村人の顔色が悪い。彼らは飢えに苦しみ、絶望に打ちひしがれている。な、なんでしょう、わしら。ものすごく睨まれているような。何かあったのか？何かあったのかだと？まず、あんたら軍団兵が、村の物資のほとんどを買い占めた。軍団兵って、俺たちの前を走っていた。オルリクとかいう列車の部隊か。そうだ、そしてそれからすぐに赤軍がやってきて、次に白軍がやってきた。は、なるほど。なるほどだ。お？村長、落ち着いてくれ。俺たちも、それに、霊夢も、あんたたちには何もしていない。落ち着けだと、村にはもう、何も残っていない。食べ物も働きても、何一つ、これ以上、何が欲しいんだ？我々から奪わないでくれ。軍団員たちの脳裏に、三つの選択肢が浮かんだ。村人に食べ物を少し提供するか、狩猟ができるよう、村人に武器を提供するか、あるいは、何もせずに引き返すか。皆さん、これは？ああ、少佐たちにお伺いを立てよう。俺たちだけじゃ判断はできない。話はわかった、わかったが、村長、どう思う？霊夢、その村に残った人数は、大体何人くらいだ？はい、屋外に出ておられる方たちで、10名、屋内からも人の気配がございます。なので、バイト考えても20名くらいはいるか。ならば、食べ物を少し恵んだくらいじゃ、その村の行く末は変わらんだろう。よし、霊夢、どうしゃんと。それにアルフレッドに伝えてくれ。村に渡す積み荷を運んでもらいたいので、一度列車に戻ってくるようにと。列車からライフルと弾薬箱がいくつか運ばれてくる。村人は体力が衰えており、銃の扱いにも慣れていないが、決心した表情を浮かべている者もいる。
その気のある者は集まってくれ。自分たちが射撃の仕方を教えるのである。モシンナガン鬼長にライフル弾が100発。獲物の取り方は自分が教える。ちゃんと覚えれば君たちはきっと春まで生きられるはずだ。村人は苦労するだろうが、兵士はやれるだけのことをやった。礼は言わないぞ。あんたら軍団兵が来なければ我々はこんな苦難に陥らなかったんだ。少しは感謝してもらいたいな。村から出て行け。二度と来るな。オンドレイさん、行きましょう。そうだぞ。見返りを求めるだなんてあんたらしくもない。俺らしい、俺らしいってどんなのだ。残された者の運命。兵士たちは帰りの道中、人里離れた村で農家を発見した。人の気配はなく、略奪された跡もあるが、大きな農家だ。無人ですかな。いや、霊夢、上だ。上を見てみるのである。ん？あれは煙か。煙突から煙が。二人の少女がコートを握りしめながら身を寄せ合っていた。年上の子は若い女性と言っていいほどだ。その子は妹を必死に守ろうとしている。ほら見てください、これぞゾルディック家に伝わりし歩行術。視力。兵士たちは怖がらせないように振る舞うが、年上の少女は他に選択肢はないと考えたのか、身の安全と引き換えに体で払うと言わんばかりにコートを脱いで肌を少し露出させた。よしなさい。さ、ちゃんと服を着なきゃ。いや、ここにはお宝がいっぱいだな、オンドレイ。ああ、農機具がたくさんあるな。しかし、俺たちはチェコに帰らなきゃいけない。うんうん、農機具ではな、機関車よりも、ほんのわずかに速度で劣るのである。場の空気が少し緩み、緊張が解けた。すると、妹の方が、事情を説明し始めた。赤軍と白軍の兵士が何もなくなるまで農家を何度も略奪し、それに抗議した両親は殺され、取り残された自分たちは、飢え死にするか凍え死ぬのを待つだけになったと。助けよう。もっとも俺たちにできることはそう多くはないだろうが。彼らはなけなしの食料を調理し、小屋にも石炭をいくらか運び、毛布を見つけ、農家の柵を少し切って薪にした。それが彼らにできるせめてものことだった。オンドレイ・ムラーゼックの経験特性が状況に影響を与えてしまいました。みんな、俺はこの場に残ろうと思うんだ。は？それはどういう意味だ。言葉の通りの意味だ。彼女たちを放っておくことはできない。オンドレイさん、心配するな。彼女たちを安全な場所まで送り届けたらすぐに追いかける。遅れずにウラジオストクに着くようにするよ。約束だ。バカな、そんなの。どうやって？アルフレッド、これは、カラムアゾフのネギなんだ。ここで彼女たちを置いていけば、俺は一生、自分を取り戻せない。とにかく、これこそ、俺たちだけで判断はできない。はい、村長、それに、少佐に。ああ、連絡を取ろう。バカな、そんな者たちなど、今のロシアには、そこら中にいる。すぐに連れ帰るべきです。オンドレイ、彼は少しナーバスになっているのでしょう。気持ちはわかります。でもきっと後悔するぞ。その姉妹にしたって運よく身寄りがあったとしても、そこに送り届けたら、はい、さようならだろ。選べというのかは私に。うむ、好きな方を選ぶがいい。村長、俺は少佐。オンドレイ、あいつはバカじゃない。ああいう男がそう言葉に出してきたなら、どっちを選んでも結果はそう変わらん。少佐、我々の責務は軍団兵全員を故郷に連れ帰ることです。それを忘れてはならない。オンドレイ・ムラーゼック、彼もまた軍団兵の一人だ。チェコスロバキア、故郷に家族が待っている。はい、少し黙っていてくれ。少佐。若き少佐は、
オンドレイ・ムラーゼックの決断を指示した。オンドレイがそのことを告げると、二人の少女の目に希望の光が宿った。少女たちは、サマラにおばがいると話した。徒歩で一週間ほどの距離だ。うまくいけば、二人をサマラまで連れて行き、オンドレイ・ムラーゼックは、ウラジオストク行きの列車に乗れるかもしれない。オンドレイさん、幸運を祈ります。ああ、ありがとう。オンドレイ、マーティン。自分は、嫉妬していたのである、このゴミを呼んで、未だに聖職者面を外せないお前に、私は、とっくに、割り切って、諦めていたのに。マーティン、この狙撃銃、お前が、持って行ってくれ。これは、しかし、俺じゃ扱いきれない、それに、その装飾は、どうしたって目立つ。故郷に帰ったら、また、教壇に立ってくれ、頼む。友よ。